さやか新山の SNS 恋愛相談所、はい、あら主催のさやか新山です、お願いします。ずっとやってるんですかこれ。もうずっと、やってまして4年間、うん、続いてるそうで、人気コンテンツ、はい、そして今日が最終回です。動画ね、はい、東京行っちゃうから万劇メンバー卒業しますので、そうなるか、はい、今日は、ゲストラニーノーズ須崎と、はい、ネイビーズアフロ皆川さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。いやどうですか恋愛は。まあ須崎は結婚してます。まあそうですね、うん、いろんな恋愛してきましたよ。まあいろんな恋愛してきてるという、はい、あの噂も耳に入っております。噂そういうデータがニーヤに入るってことですか。やっぱ須崎のね恋愛事情もちょいちょい入ってきております。あ、まあまあ直接ね喋ったこともあります。問題は皆川さんですよそれね。はい、いや、完全にこじらせてますね。あ、そうですよね。新山にもね、相談したりしたんですよ、何年か前、うん、ちゃんとお付き合いしたいってなった時に、うん、飛ばしすぎる癖があるから、付き合って、ほんまにもう最初の1、2ヶ月は、毎日サプライズするみたいな。で、すぎる。ちょっとそれが頻度が減るだけで、冷めたんちゃうみたいなんて言われて、それに対して僕が腹立てて、別れるみたいな。怖っ。毎日するからね。ちょっとだから皆川さんもね、そこは別に、はい、あの、ね、恋愛が上手という、うん、長けているとかそういうのじゃなくて、うん、まあそこも含めてみんなでいろんな目線で、はい、あの議論しようよという。わかりました。今回はですね、はい、SNS で皆さんから、恋愛の失敗談をあの募集しまして、でそれについて、まあ、気にすんななのか反省せいなのか、はいはい、この札で3人上げていくと。で一通り判定をざーっと先にやってしまいまして、うん、で終わってから振り返って、うん、あのトークしていきたいと思いますので、じゃあそれでは、はい、早速寄せられた失敗談も、合計8個ありますので、うん、もうパンパンパンといきますね、はい、まず、1つ目、はい、LINE で好きって告白したら既読スルーされた。いきますね、はい、せーの。おっ、須崎だけ。そうか。じゃあ2つ目、男絡み多いアピールして嫉妬させようとしたら冷められた。 OK ですか。はい、せーの。まあこれはそうやな、これはそうやわ、うん、じゃあ3つ目、はい、LINE でわざと塩対応していたら会話が終わってしまった。うん、はい、いきますね、せーの、うん、4つ目、はい、好きな人のことを常にガン見しまくったり、その人が近くに来たら常にでっかい声で話しかけたりしたら惹かれてた。うん、はい、せーの。おー、これ割れた、うん、はい、じゃあ5つ目、 LINE で毎日メッセージを送っていたらブロックされてしまった。おお、はい、せーの。あー、でもそうやな。いや、俺出した後になんかちょっとそうやな。次6個目、絵文字をたくさんつけて可愛い女の子みたいにしたかったけど相手から絵文字キモいって言われた。せーの、うん、うんうんうん、じゃあ7個目、うん、自分が相手の熱量とか一切考えずに勢いで喋りすぎて冷められてしまった。見るな俺のこと。すいません。せーの。おお、分かれた、うん、じゃあ最後、告白された時俺 100% 浮気するけどいいって聞かれて、その時好きすぎていいよって言っちゃった。せーの。ああ、おお、須崎の気にすんなちょっと意味深やな。言うたことある。須崎の気にすんな最後ちょっと意味深やな。ということで、じゃあ1個ずつ、はいはい、振り返っていきたいと思います、はい、まず1つ目、 LINE で好きって告白したら既読スルーされた、うん、これはだから僕と皆川さんが多分反省性で、はい、須崎は気にするんだと、はいはい、だから、うん、僕今だからやってて思ったのはやっぱり結局今って LINE ってものすごい、うん、もう当たり前のツールになってるじゃないですか、うん、偏見ではあるかもしれないですけど、うん、軽く受け止めてるから、うん、既読スルーも別にもう気にせんでいいんじゃん、そんなもんじゃん今の時代、LINE でやるぐらいやったらって思います。いやだから結局既読スルーされてしまうから、うん、やっぱ直接言った方がええんちゃうっていう意味で反省せえっていう、うん、感じもあんねんけどな。そうやで、うん、LINE って、うん、もうそのさ返事するまでに考える余地があるやん、うん、はい、ってことはさ何ぼでも取り繕うことができるじゃないですか、はい、それを恋愛という感情をそこに表現させるのはまず間違えてますし、もっと言うと、うん、その告白した文章をね、うん、スクリーンショットされて、うん、
友達にルフされて2回傷つくっていう二次被害の可能性もありますよ、これ。そこまでは考えすぎちゃいます。いや、絶対やめた方がいい。そのリスクヘッジもあって、これも反省性です。それはでもこっち側悪くないけどな、それされたとしても、うん、でも傷つかんように最初からもう直接言いなさいってことです。直接言うのってめっちゃハードル高いやんか。それをやっぱり体験してほしい。1個の恋愛が全てじゃなくて、やっぱりトータルの経験値やから、はい、1個ずつの経験値をどんどん増やしていってほしいなって僕は結構この4年間で訴え続けてきた。そうなんや。ベースとしてあるんや。そう。LINE っていうのがどのね感覚で、昔だったらお前 LINE で告白するなんてとか、まあ確かに、はい、メールとかでもそうやったけど、うんうんうん、これがだからもう今古い考えなのなかもしれん、うん。では2つ目、男絡み多いアピールしてたら、して、嫉妬させようとしたら、はい、冷められた。これ全員こうですよね。全員こうですよね。これはあかんわ。もうこれは、マジで何のメリットもないですよ。成功したって聞いたことあります？そういうなんか心配させようとして、そういうアピールした時に。いないいない。で、多分これで成功してしまうと、うん、またこれで成功させる癖ついて、ああ、そうね。うまく付き合ってからも、うん、なんか嫉妬させるようなことばっかり言われて、うんうん、まだ結局すぐ終わっちゃいそうですもん。確かに。いや、これはよくない。こんな、そもそもこれ、この発想になる時点で関係性がぐらついてるわ、うん、この二人、うん、素直じゃないですよね、うん、僕はですけど、僕の性格上ですけど、これされたら逆に腹立つ。うんうんうん、はい、確かに。なんでそんなわざわざ言うてくるのっていう。うん、わかる。気づくんでね、結構こっち。だから3も一緒っすよね、これ LINE でわざと塩対応していたら、うん、会話が終わってしまったっていう、はい、反省性。だからこの、うん、このスタッフさんにも反省してほしい。このニートさんはもうほぼ一緒やのに、うん、ここでこの違いを、うん、別に分けているっていう、そこはなんかちょっと残念というか、やっぱ4年間やってきて一番近くで俺の恋愛論を聞いてるはずやのに成長が、うん、あ、そうか。ここは反省してください。はい。4、これ逆ですよね、うん、次急に。好きな人のことを常にガン見しまくったり、その人が近くに来たら常にでっかい声で話しかけたりしていたら惹かれていたっていう、うんうん、これ僕、あーってなったやつでしたっけ。これ次か。結構、いや、これで悩んでます。これか、うん、これだから、うん、惹かれてたじゃないですか、結果、うん、惹かれてた。気づいてなかったやから、うん、そう、気づけよっていう意味で僕は反省性です。でも、それはでも気づかへんにやったらなおさら俺は気にするんですよ。気づかんでいいと思う。だって僕ね、これ思うんですけど、その恋愛のエピソードってね、うん、結婚します私たちみたいな、はい、どんな馴れ初めなんですか、いや実は出会いはこうこうこうで、彼からの猛アプローチがあって結ばれたんです、はい、これ結婚という結末がある前提やから素敵な話として聞けるけど、ただ後々ただの赤の他人のまんまやったら、猛アピールしてきたって言うたら、言い方変えればストーキングじゃないですか。でもこれは仕方がないことだと思うんですよ、うんうん、だからそのリスクは恋をする上で確実にあるから、うん、そんな一個のこれを気にする必要全くないと思います。いや、それもわかるんですよね。そうやろ。別にこう天然で好きな人に、うん、さっきの人よりはよっぽどマシやん、その、はいはい、強がってそう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 、嘘つく、嫉妬させる、嫉妬させるとかより、うん、もう好きやからもう大好きって言ってテンション上がってる方がよっぽどいいもんね。これだからちょっと文章にちょっとだけ矛盾感じてて、うん、好きな人をガン見しまくったり、うん、その人が来たら常に声でっかい声で話しかけるっていうのは分かってるってことでしょ、これ自分。いや、多分だから周りに言われてるんじゃん、こういう子って。中学の時俺あったかもしれない。なんか好きな子が通った瞬間、通っただけで、はい、男と喋ってるけどこっち意識して、はいはい、回してんねんみたいな。なんか分かんないけど、うわーめっちゃ盛り上げてるみたいな、なんかありませんでした、中学の時。俺今でもあるもんお前でもし、でもこれが自意識であって、うん、そういうアピールの仕方してるんやったらやめた方がいいかもしれない。いや、そうじゃなくて、それやったら直接その子にアピールした方がいいかもしれない、うん。まあ、ほんまね、大人になってもっとバランス取れたら一番ベストですけど、まあ、確かに確かに。まあでも今これベースでええんちゃう、うん、でちょっと様子分かってきたらちょっと、うん、これ4と5も結構一緒ちゃいます、LINE で毎日メッセージ送っていたらブロックされてしまった。だからこれも一緒やもんな。一緒やな。そうっすね、一緒やな。え、これでも4と5分かれたか。だから俺が変わったよ。俺が多分揺れ動いてて、あー、でもまさに4の時点で今だって今ね、うん、4でそれになりましたからね。そう、その通り。LINE で毎日メッセージするのも別に悪いことじゃないからね。いや、そうやね。好きな子にする、その積極性は素晴らしいし。そう。でも、ブロックされるっていうのが、普通されへんもんな。うん、その男の、あ、男というか、相手の方が結構、厳しめの方やったのか。いや、そう、だからこれも、LINE をやり取りできてたとして、ブロックされたら、ちょっと、
相手があれってそら返事もなくて毎日メッセージしてたらそらブロックされるんちゃうって僕は。だから返事もないのに毎日してたっていうことなんかな。普通は既読するぐらいで終わるもんな。まあ確かにだから既読スルーされたらね、それこそ空気そこは読まなあかんかもしれない、うん、だから諦めるとこは諦めるっていう諦めの良さもいるかもしれない。 そっちの方が次にはね進めるからね、次に進むのも早いし、性格が禁止なんでやっぱり、うん、で6番が絵文字をたくさんつけて可愛い女の子に女の子みたいにしたかったけど相手から絵文字キモいって言われた。これだって自分じゃないじゃないですか、うん、やってることが、うん、可愛いと思われたいから無理してやってたってことでしょ、取り繕ってね、うん、面白いな。じゃあ別に本当の自分じゃないんやから、うん、キモいって言われても気にすんでいいんちゃう、うん、それがね、それこれキモいって言われたらこれも結果論で、うん、可愛くなる努力をした、うん、やけどそれがたまたま今回相手にはまらなかったっていうだけ、うんうん、だからこれはこの行動は間違えてない、うん、だから気にすんな、気にすんな。でも僕もちょっとだけ思うのは、はい、やっぱ素で折れる方がほんまはいいと思うんですよね。やっぱり後でバレるんで、そうですね、あらがで可愛い女の子みたいに絵文字をいっぱいやって最初付き合いました、うん、でちょっと落ち着いた時に絵文字なくなっていきますみたいなのが、うん、結構なんていう倦怠期みたいなのをすごく感じてしまう要因にもなるんかなっていう、あれ下げてるやんって、それは最初無理したから生まれるものなんちゃうかなと思うんですよ、うん、だからやっぱり徐々に下がっていくんじゃなくて、うん、徐々に上がっていく方がいい、絶対。だからめっちゃ淡白なラインから始めるとかも、うん、ありなんだよ、うん、付き合うこと確定されてたら、だからこれが天然でやったらいいけど、うんはい、無理してんのやったらやらんでええかなと、うん、で次7、これ7番もね僕4、5と同じな気するんです、ね、自分が相手の熱量とか一切考えずに勢いで喋りすぎて冷められてしまった。これはでも僕反省せいでしたね。自分が好きっていう気持ちでピュアにやるっていうのも 大切やけど、うん、人として相手の意見も聞いてあげよう。あ確かにね、人としてちょっと反省した方がいいんじゃないですか。社会人として、社会人としてっていう感じかな。確かに、あそうか、うん、最後いきましょうか。あこれね、告白された時俺 100% 浮気するけどいいって聞かれて、その時好きすぎていいよって言っちゃった僕は反省せい。僕も反省せい。須崎は気にすんの。いや反省せよ、これだけ物議を醸しそうなんですよね、はい、反省せよ。皆川さんはなんかこれ、僕はこれもうはっきり言いますけど、これは付き合いたくない人のセリフやと思うんですよ。でも付き合わないといけない状態に今自分追い込まれてる。例えばね、こう付き合ってない人と関係を持ってしまったとかね。そんな例えば、何ですか、そんな絵出てきます。例えばね、はい、逃げ工場として俺 100% 浮気するけどいい、うんって言ったらじゃあいいわってなると思うんですよ。ごめんなさいっていうのをこれで言い換えてるってこと。そういうこと、皆川さんよ、そういうこと、カードを出したってこと。うん、確実に。皆川さんは言った時はそうやったってことでしょ。いや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 、これ経験談じゃないで。そういやシチュエーション結構具体的やった。送りました。送ってる。なんで俺その向こう側の意見で送ってる。そうやな、だから告白された時、あうん、僕はだから好きって、これどういうこと、告白された時、うん、こいつやめといた方がいい。普通にそれやったら普通にそれやったらやめといた、どっちにしろそうやろ、まあ、でもやめといた方がいいけど、多分もう好きやから付き合うしかないじゃないですか、もう気持ち的には、うんうん、それで断られへんと思うんですよ。断れるようになるにはやっぱりじゃあもう体験してみるしかないと思うね、うん、その時どんだけ辛いかっていうのを、そういう経験をやっぱり経て、うん、成長したときに、あ、じゃあいいわって冷めれる、うん、その経験がないと、はいはい、相当強くないと無理ですよ、うん、そう断るの、うん、僕はでも反省せえ、もう一個あって、うん、なぜこれでいいよって言っちゃったらすごいその子の価値が下がるんかなっていう。 100% 浮気するけどいいって言った男からのすごい下に見下されるというか、確かに、まあ、だから立場が完全に下に回っちゃう、うんうん、だからあそれやったらええわって言って自分の価値をやっぱそういうその男より上げる、堂々か上げないと、うんうん、男ってやっぱ目指してこないというか、これはそれはめっちゃ思いました、ね、もうそも目指されんでもいいんすけどね、こんなやつ、うん、ほんまに、まあね、どっちにしろもうこうやわ、どっちにしろそうやね、うん、なんか成長性が欲しいな、こうだからもう成長性こうやって見えへんから、成長性そんな、どこにお金かけるさあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今回最終回ということで、ね、はい、約4年間、まあ、見ていただいてありがとうございます、はい、結構ね、はい、再生回数も多い方ですか、この2つ、すごい良かったです、本当に見ていただいてありがとうございます、うん、今後もね、もしかしたら2代目、お誰なの、一応なんか
さっきちらっと。聞いた。誰がいいですか。あ、いや、それはだってやるんやったらニーヤンがやっぱ認めたんですよ。あるのかないのか、まあ全然わからんらしいんですけど。はい。ギャンゴリとかですか。ないやろ、ないやろ。激落ちくんでヤギ落としてるんだ。うわ激落ちくん犯人やってんの。そうやね。よくないやろ。嫌な話やな。いやね、これ約4年間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またいつの日かお会いしましょう。さようなら。さようなら。恋愛は不滅だ。そりゃそうやね。巨人軍みたいに言うなよ。宮川さんの一番いいとこってやっぱ髪型のセットで、それは嬉しくないね、それは。僕はもう寄せとかでネイビーさんの、あの、やっぱセット見に行こうな、それは。ネタではなくて、ほんといてくれ、セットもうほんといてくれ、二度とわ、珍しいな、どうしてもって思って、どんなセットすんねんやろ、どういう